モズカちゃんは日本の競争馬。2017年エリザベス女王杯の勝ち馬である。馬名の由来はカンムリ名人名。カッちゃんの由来になった人物は馬主の知人男性だが誤って牝馬につけられてしまった。2016年12月24日半身の新馬戦でデビューしたが6着に終わる。年が明けて2017年1月17日京都の 未勝利戦は13番人気ながらも里の黒に来るの3着と、検討する。2月12日小倉の未勝利戦で3戦目にして、初勝利を挙げる。3月26日中山の500万下を制し、連勝すると4月23日東京のフローラステークスに出走。12番人気と低評価だったが、レースでは内立沿いを回ると直線で一気の末足を。 爆発させ戦闘でゴールし、重傷発生派を果たす。そして5月21日東京のオークスでは、前走同様ないらち沿いを進み、最後の直線では一旦戦闘に立つも、ソウルスターリングにかわされて2着に敗れる。秋に入り、9月17日阪神のローズステークスで、復帰、前目でレースを進めたが直線伸びきれず7着と、惨敗する。 10月15日京都の秋華賞は、行為から足を伸ばす者の,の1から2コーナーでの落鉄が響いて三着という結果となる。11月12日京都のエリザベス女王杯は、道中行為の5.6番手でレースを進め直線で、鋭く足を伸ばすと粘るクロコスミアをゴール前でかわして、悲願の GI 初制覇を飾ると共に管理する。 サメ島はじめ調教師にとっても初の GI 制覇となった。2019年3月10日の金社地償で指導したがダノンプレミアムの急着に終わる。その後、右前や作権縁を発症したため現役を引退。引退後は生まれ故郷のメグロ牧場で繁殖入りする。ありがとうございます。